マヌーショコとマテウス、アルベルト・コントレイラス・ゴンサルベスはアンゴラル・アンダ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。2008年1月にアンゴラのクラブからマンチェスター・ユナイテッド FC に移籍したが、イギリスの労働許可証の問題があったため、2007から08シーズン後半戦はパナシナイコス FC にレンタル移籍した。 2008年7月に労働許可証を取得して、マンチェスター U に復帰し、9月23日のフットボールリーグカップミドルズブラ FC 戦でデビューした。しかし2008から09シーズン後半戦は、ハルシティ FC にレンタル移籍した。マンチェスター U のトップチームで居所を見つけられず、2009年7月にレアルバヤドリードに完全移籍した。 初期の経歴アンゴラの首都ルワンダに生まれ、フラメンギーニョスという少年サッカークラブに所属すると、左ウィングとしてチーム一番のスター選手となった。1999年にはアンゴラリーグで中位につけるベンフィカデルワンダに加入してプロデビューした。2002年にはペトロアトレティコに移籍し、移籍当初はストライカーのフラビオアマドの存在のためにポジションを エルノに苦しんだが、アマドがエジプトのあるアハリに移籍してポジションを獲得し、2006年は16得点、2007年は15得点でリーグ得点王のタイトルを獲得した。マンチェスター・ユー2007年冬にはイングランドプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド FC のトライアルに約3週間参加した。12月21日、マンチェスター・ユーはマヌーショの獲得を発表し、 2008年1月に3年契約を結んだ。労働許可証の取得問題が複雑化し、有用なトップチームでの経験を得るために、2008年1月31日、シーズン終了までの契約で、ギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC にレンタル移籍した。エジプトで開催されたアフリカネーションズカップ2008で、アンゴラ代表が早期敗退に終わったため、すぐに、 チームに合流できた。ラリッサ FC とのリーグデビュー戦で移籍後初得点を決めた。パナシナイコス FC は2007から08シーズンを3位で終え、欧州カップ戦出場権をかけたプレーオフに参加する権利を得た。その6試合のミニトーナメントでマヌーショは3得点を挙げ、パナシナイコス FC はグループの首位で UEFA チャンピオンズリーグ予選出場権を得た。 ギリシャでの半年間を終えた2008年夏にマンチェスター U に戻りプレシーズンの南アフリカ遠征に参加したが中足骨を負傷してチームを離脱した8月にはクラブは彼の労働許可証が発行されることを確信し8月28日にマンチェスターイーブニングニュース紙はマヌーショがすでに労働許可証を受け取っていると報じたマヌーショは 背番号号26を受け取り、9月23日、オールドトラフフォードで行われた、フットボールリーグカップ3回戦のミドルズブラ、FC 戦でデビューした。11月15日、ストークシティ FC 戦の74分に、カルロス・テベスと交代して、プレミアリーグデビューし、その1分後には、ダニー・ウェルベックの得点までの崩しに絡んだ。12月18日、 エバートン FC とのリザーブリーグ戦で移籍後初得点を挙げた。マンチェスター U のトップチームで出場機会を得るのは困難であり、2009年1月16日にシーズン終了までの契約でハルシティ AFC にレンタル移籍した。労働許可証が再発行され、1月17日のアーセナル FC 戦に途中出場してデビューした。2009年3月4日、 フラム FC 戦のロスタイムにプレミアリーグ初得点となる決勝点を挙げた。レアルバラドリードマンチェスター U に復帰後は余剰戦力扱いとなり2009年7月20日にスペインリーガーエスパニョーラのレアルバラドリードと5年契約を結んで完全移籍した。2009年9月13日のバレンシア CF 戦で移籍後初得点を挙げた。 二点目は12月5日まで待たねばならなかったが、アウェイのセビージャ FC 戦で勝ち点を獲得する重要な得点を決めた。入団記者会見では40得点を約束し、2009から10シーズンはその10分の1の4得点を挙げた。2010年夏、トルコシュペルリガのブジャスポールにレンタル移籍した。2011年1月末、マニサスポールにレンタル移籍した。 ラージョバ・バジェカーノ2014年6月13日に、スペインのラージョバ・バジェカーノと単年契約を交わし、移籍した。コルネジャ2018年9月18日、セグンダ・ディビシオン B の上コルネジャにフリーで移籍した。2006年にアンモラ代表デビューし、アフリカネーションズカップ2008予選を突破して、本戦出場権を獲得した。2008年1月に、 ガーナで開催された本戦グループリーグ初戦の南アフリカ戦では先制点を挙げ2戦目のセネガール戦では2得点を追加した。準々決勝のエジプト戦では25ヤードの距離から大会史上最高のゴールと称される得点を挙げたが優勝したエジプトに敗れてベスト8に終わった。しかしマヌーショ自身は3試合4得点の活躍で リディ・エドログバやサミュエル・エトウといったスター選手を抑え、大会ベストイレブンに選出された。母国開催となったアフリカネーションズカップ2010にも出場し、マリとのグループリーグ初戦ではペナルティキックを決めた。アンゴラ代表は、首位で決勝トーナメントに進出したが、準々決勝でガーナに敗れた。ありがとうございます。